皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、iPhone ゲームの紹介です。今回紹介するのは、能力プラス支払い技術検定とのことです。はい。ボードカテゴリーのチャートナンバー11。レーティング 4.1 ということでございます。早速ゲットしてみましょう。はい、認証しました。あ、軽いゲームですね。はい、オープン。じゃあ遊び方&ヒントいきますか。金額を確認、金額を、お金を取りに移動、払うボタンを押す。無駄なく払うとスコアを獲得し、残り時間が延長されます。小銭の数が多すぎる場合や無駄な払い方をした場合は残り時間が減少します。スコアの合計によりあなたの支払い技術を認定します。はい、じゃあ早速もう練習は飛ばして検定開始やってみましょう。はい。え？で？はい。269円。はい。いいんじゃないですか？ 242円。よし、293円。はい、いいんじゃないですか。387円。はい、お、いいんじゃないですか。517円。いいんじゃないですか。はい、次553円。あ、いいんじゃないですか。はい、次588円。588円。はい、いいんじゃないですか。次725円。あ、検定終了になっちゃった。あら、中学生級ですか。そうですか。まあこんなもんでしょうね、私の支払い技術なんて。はいはい、わかりましたよ。はい、ということで遊んでみました。まあ楽しいゲームです。はいはい、いつもやってることで、最近やってないかな。最近現金使ってないですからね。いいんじゃないでしょうか。あの、子供にね、やってもらうのがいいと思いますよ。はい。やっぱりね、お金の使い分け、ね、うまく、なんていうんですか、財布を重たくしないことの練習になりますからね。はい。ということで、今回遊んだゲームは、能力プラス支払い技術検定でございました。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。